皆様ようこそお越しくださいました善気と申します。今回ご紹介させていただきますのはバンダイさんから発売されておりますガンプラ40周年記念ハイグレードガンダムビヨンドグローバルになります。こちらのキット結構前から公式サイトでも告知されてましたし、注目度も高いキットなので買われた方もすでに多いんじゃないでしょうか。私も多分に漏れずいそいそと買ってまいりました。で、ガンプラ40周年記念のキットって言いますと、過去に私のチャンネルの方でもインダストリアルデザインの G40 ご紹介させていただいたことがあるんですけれども、まああちらは何と言いますか独自解釈が入った、まあ、ガンダムなんですけれども結構造形的に独自なものでしたけども、まあ、今回はもう王道のガンダムですね。で、40周年記念ハイグレードのラインナップにおける、まあ、究極のガンダムと言っていいんじゃないでしょうか。パッケージ正面がこんな感じになっておりまして、かっこいいですよねこれも。で、手前はこんな感じでビヨンドグローバル、美しいポージング、可動性能とプロポーションを極限まで追求したアニバーサリーモデル、もうこの煽り文句がすごいそそられますよね。で、この立ち姿すんごい凛々しいんですよね。めちゃめちゃかっこいいです。そしてこのポージング、このビームサーベル振り曲げてるポーズなんてたまらんもんがありますよね。あ、やっぱこれですね。ビームライフルとシールド持ってこの宇宙空間飛んでるポーズといえばやっぱガンダムですよね。で、側面がこんな感じで、反対側がこちらな感じで、ポージング時の美しいフォルムを形成する可動構造を感じてみよう。自信満々な折り文句ですよね。この腕とか太ももとかの構造とかすごいですよね。では早速中身の方もご紹介してまいります。まあ、今回ハイグレードということなので、パーツ数はそんなにちらっと見た範囲では多くなかったんですけども、逆にその範囲でもかなりの稼働を実現してるとってすごいですよね。で、まず一袋目が、こちら。まあ、目のところがシール。まあ、シールこれだけですかね。あとは色プラで色々再現されております。反対側が、こんな感じですね。これは、バックパックのところですね。で、二袋目が、こちら。これは、太ももかな？で、反対側が、関節部分とかですかね。で、二袋目が、こちら。これは、どこだろう？腕かな？この辺は。これは D1。この D1 なんて、まあ、両腕ってとこですかね。この辺はなんか、ふくらはぎっぽいですよね。で、四袋目が、こちら。まあ、言うに及ばずシールドと足裏ですね。で、反対側にビームライフル。で、最後、5袋目が、こちら。これは頭部と、こっち側これが、クリアパーツはビームサーベルですね。キットは以上ですね。まあ、ハイグレードはそんなに多くないんですけども、これであの稼働が実現できるってやっぱりすごいですよね。で、最後、説明書が、こちら。やっぱ全身入ってイラストっていいですよね。かっちょいい。たまらんすね。このポージングというか、このデザイン。で、中の方に参りまして、横に長い取り鉄になってまして、まずは、パーツリスト。まあ、特にバッテンはないようなので、全部使うって感じですね。で、ここから作成に入りまして、まずはボディ。特にこの部分ですよね。下からはめて、パチンって回す。組み立て方も結構特別ですよね。で、バックパック作って、頭部。で、こちらに行って、腕の作成ですね。かける2、2個作るって書いてあるので、まあ、上腕部分でしょうか。で、ハンドパーツつけて。で、この腕もそうなんですよね。横向きの状態で差し込んで、肩をパーツをはめて、下ろすと。ここの作り方も結構特徴的ですよね。で、一旦ここで、上半身の可動を確認。作成の途中で確認事項が入るんですよね。結構これも変わってますよね。で、ここから、腰の部分を作って、で、こちら側に行って、足首。で、足全体。で、全体をつなげて足が完成。で、内側のカラーページの方に参りまして、反対側の足ですね。同じように作って、両足ができたら、腰と上半身の合体、ガンダム本体が完成。で、ここではもう一回、下半身の可動を確認という風で、カゴに作業が入ります。かなり可動にこだわられたキットですよね。で、ここから武器類ですね。ビームライフル、ビームサーベル。で、それぞれの持たせ方、マウントの仕方。で、ここからシールドの作成方法と、マウントの仕方、背中の付け方とか書かれております。で、最後のページに、改めましてのガンダムの説明ですね。ビームライフル、ビームサーベル、ガンダムシールド。いや、このポージングができるって素晴らしいですよね。こんなポーズなんて昔のガンプラでは考えられませんでしたからね。144文字スケール振り返るガンプラの歩み。
1980年、記念すべき初のガンプラ。この当時買いましたよ。コアファイターとのドッキングが再現されてるガンダム。足首が稼働しなかったんですよね。むちゃくちゃ懐かしいです。もう40年だっすよね。で、下にカラーガイドがちょこっと書かれております。いやー、楽しみだな、このキット。では早速作成して、完成品の状態ご覧いただきたいと思います。ほんの少しですけども、数パターンご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。では、ここからキットの方をご紹介してまいります。まずは交換品だったり、付属の武器パーツを先にご紹介してまいります。で、ハンドパーツですけども、今ついているのが武器持ち手も兼ねた真ん中に穴開いた握り手。で、これが、開き手、左手のみですね。ただ、この開き手の、この指の開き方もまっすぐ伸びてるわけじゃなくて、この中指が少し反ってたりとか、結構その表情豊かな開き手になっていると思います。で、こちらが右手。まあ、今回ビームライフルにつけたままでもいいかと思うんですけども、まあ、ビームライフル持ち手ってとこですかね。ただこの指の形とかも結構こだわられてデザインされてると思います。すごいこの指の斜めになっているところが自然な感じだと思います。で、武装類としまして、さっきこれですね。言わずもがののビームサーベル。バックパックに今刺さってます。グリップ部分を外して差し込んで手に持たすということになります。二通りができるにちゃんと2本ついてます。で、こちらがビームライフル。照準の部分は角度変わりますし、この両手で持ちができるように、ここの部分も角度は変えれるようになっております。反対側でもこんな感じで、マウントできるように軸もついております。で、今回結構気になったというか、こだわられてるなと思ったのはこのガンダムシールドなんですよね。この黒いところはちょうどパーツに色分けでこのようなデザインになっております。この中のこの模様も色分けですね。ここの線はわざと出していると思うんですけども、こういった解釈もいいかなと思いました。裏から見るとこんな感じ。まあこれいろいろ今ごちゃごちゃついてますけども、このガンダムシールド持たせ方、大きく、まあざっくり言うと3パターンあります。まあ1個はこの腕横に普通にそのマウントさせて、で手で持つ場合。で、このグリップ部分は外して、向きを変えることができますので、この下向きに改めてここに差し込むと、腕横にマウントするんだけども手で持ってないというパターンもできます。ここの部分に軸があるので腕横にマウントした状態でもこうやって角度を変えて装備させることができます。で、背中にマウントさせるときにはこの部分の今稼働した部分を外してこのピンをバックパックに刺すということになります。で、この手の持たせ方もちょっと特殊なので後で稼働をご紹介するときに合わせてご紹介しますので一旦このまま置いておきます。では、いよいよガンダムビヨンドグローバルがこちらですね。この状態でご覧いただいても多分お分かりになります通り、従来のガンプラに比べますと、このウエスト部分は結構引き締まってるんでしょうね。それでいて太もも部分は結構大きいので、こう、パッと見た時の、このスタイルの良さっていうのが際立ってるんでしょうね。なんかものすごくスタイル良くないですか？足も長いですし。後ろ髪とこんな感じで。ここの部分が例のシールドとか差し込んでおく穴ですね。で、ここにビームライフルとかマウントするような穴もあります。では、上の方から順に可動も含めてご紹介してまいりますが、まずは頭部。この目のところがシール。あとは私の手による下手くそな墨入れとか、若干の塗装になります。塗装と言っていいかどうか語弊がありますけれども、この両側のこの黒いところですね。吸排気口みたいなところ。ここだけは塗らせていただきました。口のへの字のところとか、この両側の方のライン。こういったところで墨入れさせていただきましたのは。
で、ただ色分けも結構充実してまして、このメインカメラでブレードアンテナの真ん中の赤いところ、顎、こういったところのパーツに色分けですし、これカメラで映ってるかどうかわかんないんですけども、このバルカンの奥の黄色いところ、これも色分けのパーツになっております。後ろから見たこの後部カメラ、この赤いところのパーツに色分けです。いや、結構この辺の細かい色分けとかすごいんですよね。で、可動につきましては首そのものも動きますし、ボールジョイント接続ですので、上とか下にも大きく向けれますし、当然ぐるぐるも回ります。続きまして、肩の可動も非常に良好ですね。まあ、見ていただいたか分かりやすいと思うんですけども、この状態で腕を上に上げますと、ここまでじゃなくって、この肩の黒いジョイントも一緒になって、ここまで腕を上げることができます。かなり肩の可動いいですよね。で、当然軸接続ですのでぐるぐる回りますし、あとこれキットとか潜在画像にありましたけども、この青い部分、ここ全体が、この角度が分かりやすいですかね。こういうふうに、少しパカパカと、こんなふうに、展開しますので、いわゆる引き出し式関節がない代わりに、この肩部分が展開するというギミックに今回なっております。で、実はこの肩アー部分につきましても、腕とは別に独立してますので、まあ遊びが少ないので、この肩アーだけそんなグリグリ動くってわけではないんですけれども、一応この腕を固定した状態でも少しだけ肩アー稼働させることができます。で、腕につきましては、ここの部分にロールがあって、肘については二重関節、もう人間ぐらいまでですね、曲がります。そしてこの腕の部分なんですけども、ここのラインのとこですね、ここが一個ボールジョイント接続になっています。まあ、パッケージの方とかでいきますと、この部分をこんな風に、引っ張って隙間を開けて、内側に腕にこう曲げるとか、逆に外に反らすことも少しできますけども、要はここの隙間を開ける、これが結構重要でして、今回ガンダムシールドを持たすとき、この四角いジョイントの上側のラインが、この隙間にはめるように持たすことになりますので、腕を少し引き伸ばして、ここの部分にこんな風にシールドをパチッとはめることになります。こういった変わった解釈になっております。で、今グリップ部分が下向いてますけども、これをまた一旦外しまして、向きを変えて縦の方向で差し込んで、手首もちょっとこれ上側に引っ張り上げて、近づけて、この状態でこの持ち手を上から通して、こんな感じで手で持つという風な設定になっております。ここ隙間切るってちょっと変わった解釈ですよね。シールド外してまた腕の状態元に戻しておきます。で、手首ですけども、ボールジョイント接続っていうのもありますが、そもそもこのまっすぐな状態で少しこう内側に斜めになった状態で手首が刺さっております。なんかこれもなんかかっこいいんですよね。内側向けてるせいもあって。で、ボールジョイント接続で今ぴったり刺さってますけども、少しこの隙間を開けることができますので、ぐりぐり角度を変えることもできます。そして胴体、まあ、これも潜在画像にやりましたけども、ここの青いところと赤いところのパーツの境目で背中側を上げることができます。角度はそんなに大きくないんですけれども、こうすることによって少しこう前かがみのようなポージングとかバッチリ決まると思います。そしてウエスト、ちょうど一番この首てるところですね。ここにも可動があって、この状態で左右に傾けることができます。前後可動はないですね。前後可動はまあここで兼ねるってところでしょうか。そして腰の部分。ちょうどこのパーツの下で一個ボールジョイントで接続されております。ここでぐるぐる回すこともできますし、少し引っ張って、ここに隙間を開ければ、ここの部分でこう傾けることもできます。まあ、普段はこうグッと差し込んでおけばいいかなと思います。そして腰、スカート周り、このフロントスカート、左右独立して動きます。左右につきましても、この真ん中の四角い部分が固定されるパーツになっていて、その外側のこのコの字のパーツ、これが外側に展開します。左右ともにですね。そして後ろのリアスカート。リアスカートも動きます。結構大きく開くことができます。これで前でも後ろでも横でも足の動きの干渉を避けることができます。で、ついでなんでこのまま股関節パーツもご紹介してまいりますが、股関節の接続方法。まあ、最近のガンプラは私よく知らないんですけども、私の知ってる範囲で言いますと、30ミニッツミッション。あれのアルトとかポルタノバと同じような構造になってます。今これ押し込んだ状態なんですけども、前側とこの軸のところでクランク状になってますので、今これ両足とも押し込んだ状態ですが、クランクを使って下げますと、このぐらいまで足を下げることができます。ここまで下げることによって、この周りがガバッと開きますので、前にも、後ろにも、そして横方向も、大きく稼働させることができます。まあ今これジョイント見えちゃってますけども、こうスカートとかで隠しておけば、結構大きくジョイントを隠しつつ動かせるんじゃないでしょうか。で、太ももにつきましては、ここの稼働だけじゃなくて、さらにこの中の方に、内側に傾ける軸もあります。まあ、走ってる途中とか、
射撃とか攻撃の途中とかでこの足をこう内側に寄せるというようなことができますので、かなりポージングの幅は広いんじゃないでしょうか。じゃあこの腰回りは元に戻しておきます。そして膝、膝二重関節なんですけども、この膝当ての部分、まあ従来のガンプラだとこの膝当ての部分というか、あのふくらはぎと1個になっていることが多かったんですけども、このキットではここで分割するような解釈になっております。こんな感じですね。二重関節を使えばもう正座できるぐらいまで足を曲げることができます。可動範囲はかなり良好です。硬さもちょうどいいのでポージングの決まりもかなりいいんじゃないでしょうか。で、細かいことなんですけども、この膝とか足首、あと肘もそうなんですけども、この丸いやつですね。この丸地に斜線の入ったところと奥のグレーのパーツ、ちゃんと色分けで再現されているので、ここ塗らなくていいというのはちょっとありがたかったんですよね。そして足首、足首の可動もかなり良好です。ここも言うなれば二重関節っぽい構造になっています。ちょっとうまく説明できるかどうかあれなんですけど、今この状態で後ろにも前にも大きく曲がりますし、さらにこのかかとの軸、今ここの真ん中のこのラインのところで動かしたんですけども、さらにもう一個前、この辺りもう一個可動があるものですから、足首はここまでじゃなくて、さらにそこからこんな角度に開けることができます。かなり足首斜めになりますよね。で、当然左右にも傾きを変えることができますので、内側に傾けておけば足を大きく開いてもぴったり設置して立たすことができます。で、ちょっと名前わかんないですが、このちょうどこの関節を守っている部分ですね、ここも上下に可動させることができます。まあ、改めて言うほどのこともないんですけども、可動についてはもう凄まじいまでに良好ですね。そしてやはりガンダムの色とかデザインを踏襲しつつ、ウエストローを絞ってあったりだとか、で色もそうなんですよね。ちょっとこのカメラで今あの照明当ててるんで分かりにくいかと思うんですけども、こういったパーツ白ではありません。むしろ若干乳白色っぽい色ですし、この胸部パーツの青もそんなに明るい青ではないですし、このウエスト部分とかもどちらかというと小豆色が若干入っている系の赤なので、全体的に見た時にその非常にこれ引き締まった重厚な感じがここからにじみ出てくるんですよね。派手ではなくって本当にシックでスタイリッシュ、そして何よりこのプロポーションもう完璧なんじゃないですかね。このデザインっていうのは、今回ご紹介の動画が若干出遅れた感があるんですけども、結構多くの方がすでに YouTube とかでもレビュー動画上げてらっしゃいます。まあ、それだけ多くの方が上げられるっていうぐらい、今回のこのビヨンドグローバル素晴らしいキットだと思います。もうこの立った時の姿勢とかも本当美しいの一言ですよね。この太ももについてもこの面取りっていうんですかね、ちょっと角が取れていて少し丸みを帯びたデザインになっているのも、これもかっこいい理由の一つじゃないでしょうか。ちょっとポーズを整えてあげて、ガンプラ40周年記念ハイグレードガンダムビヨンドグローバルはこんな感じでした。というわけで今回はバンダイさんから発売されておりますガンプラ40周年記念ハイグレードガンダムビヨンドグローバルご紹介させていただきました。まあ、今回のキット、頭部のあの両側の黒いところ以外は、基本的に私の下手くそな手による墨入れぐらいしか施してはいないんですけども、まあ、とにかくこのキットっていうのはこのスタイルの良さが何とも素晴らしいですよね。これだったら別に墨入れしなくてもパーツに塗るわけだけで十分干渉に耐える素晴らしいキットになると思います。まあ、むしろ私みたいな下手くそな人間だったら墨入れしなくてもよかったかなと思ったぐらいの出来ですね。そして改めてになりますけども、凄まじいまでの可動の良さ。本当人間らしいポージングとか、昔のプラモデルは実現不可能だった機動戦士ガンダム本編でのアクロバットなガンダムのポーズとかも再現できる、この点はもう文句のつけようがないですね。さすが40周年記念のキットだと思います。ガンダムが好きな方はもとより、こういったロボットプラモデル、記念すべきプラモデル、そういったものがお好きな方は店頭とかネットでお見かけの際にぜひご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして、私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。